はい、おはようございます。好きな YouTuber のたまさまです。はい、前回はですね炭酸水を紹介したんですけど、今回はまた違ったね、お食事編なんですけど、ドリンクを紹介したいと思います。本日はこちら、コーヒーね。まあコーヒー嫌いな人はそんなにいないかもしれないですけど、まああのですね、一つ注意点があって、コーヒーなんですけど、できればあの無糖、はい、もちろんね、ダイエットなんで糖分が入ってないやつ、これを取ることですね。はい、そしてできればですね、これ飲むときに、運動の30分前、まあ、多分少なくとも15分からね、まあ、30分の間ぐらいだと思うんですけど、に飲んで、その後にね、有酸素運動をすることにより、より効果を発揮できると思います。体幹、ストレッチ、筋トレ、ランニング。ね。これの前に、コーヒー、僕の場合はアイスコーヒーですけど、無糖をね、飲んで、はい、それからトレーニングしてます。このね、より効果的にね、使った方がいいと思うので、皆さんもね、頑張ってみてください。では以上、すすきの YouTuber のたまさまでした。またね。